田信玄の知略が最新鋭の鉄砲軍団をも凌駕。織田信長、徳川家康は長篠に果てた。信玄は上洛を果たし、天下に王道を敷いた。だがその信玄に決戦を挑む白き影があった。あくまで宿敵信玄との戦いを欲する上杉謙信が大軍を率い制信してきたのである。信玄はこれを迎え撃つべく軍を進発。両軍は決戦の地関ヶ原に対陣した。これにて戦を終わらせ、世を太平に収める。第5話関ヶ原決戦。これが王道じゃの。やはりまた戦うことになったら宿敵。やはりまた戦うことになったか、宿敵。戦で教えてはならぬなら、戦で教えてやろうかに。今、戦わん。手始めに勇をいただくとする。各軍、進軍を開始。わしも出るぞ。勝負。
ないわ。将軍の命により約束進路を受け押し上げ推進。Thank you.
Oh, God.
Yeah.
様は確かに真の軍略を剣心に披露した。おう、父、その心は。ふっふっふ、ざっとこんなもん。将軍になるように予想できた。戦わずして勝つ、これが真の軍略か。なるほどね。これぞ王道。さすがです、親方様。ひょっとして面倒だからじゃないでしょうね。